オムニバス青春ラブストーリー。ねえ、二人とも聞いてよ。瞳、税務署勤めの年上彼氏ができたんだ。そうなんだ、おめでとう。瞳ちゃんは大人だね。あんた、また年上の彼氏できたんか。高校生に手出すロリコンはやめときって言うたやん。ちょっと、ナオくんのことロリコンって言わないでよ。彼は大人っぽい瞳が好きって言ってくれたんだから。そんなカリカリせんでもええやん。漆黒のエンジェルズでも聞いて落ち着くか。はあ、そんなマイナーなバンド瞳が聞くわけないじゃん。ふ、二人とも落ち着いて。でね、ナオくんが黒髪が好きって言うから、瞳、明日染めてこようと思ってるんだ。うわ、楽しみだな。瞳ちゃんは可愛いからきっと黒髪も似合うんだろうな。ふーん、瞳は男で髪染めるんや。うちやったら自分のスタイルは絶対に変えたくないし、変えへんわ。あれ、瞳たち、まだ残ってたんだ。何の話してんの？俺も混ぜてよ。次郎か、めんどくさいのが来たよ。ひゃっほー。女子会してんねん、男はお呼びやないで。そうよ、さっさと部活行きなさいよ。二人とも、俺に当たりきつくね。二階堂さんは俺がいてもいいよね。お前たちまだ残っているのか。鍵を閉めるから早く出なさい。やべえ、部活遅れちまう。うちらもそろそろ出ようか。そうね。四谷くんはひとみちゃんが好きなのかな。いつも、ひとみちゃんに話しかけに来るよね。変なこと言わないでよ。ないない、あいつは、ただの幼馴染ってだけよ。バイバイ。ひとみ、デートだから、二人ともまた明日ね。バイバイ、さようなら。ほな、うちは委員会行ってくるわ。どうかしたん、ニナ。え、なんでもないよ。みつきちゃん委員会頑張ってね。そうか、ならええわ、またな。また、この手紙。あ、二階堂さん。やあ。そんなに驚かなくても。よ、四谷君。びっくりしちゃって、ごめんね。また明日。漆黒のエンジェルズ最高やな。ちょ、何すんねん。今サビのめっちゃええとこやったのに。本借りたいから
手続きしてくれる？あ。貸し出し手続き終わりましたよ。あの、うちのヘッドホン返してもらえませんか？あんた、聞いてんのんか？君、漆黒のエンジェルズ聞いてるんだね。は。僕も、このビジュアル系バンドが好きでね。でも、一般的にはあまり知れ渡っていないから、初めて同士に会えて嬉しいよ。あんた、ええ趣味してるやん。ちっ、なんでいるんだよ。ひとみちゃん、待ち合わせはコンビニでって言ったよね。だって、待つの飽きちゃったんだもん。会社の同僚に見られたらどうするんだよ。しかも制服だし。いて。早く車に乗って。ナオくんさ、黒髪が好きって言ってたでしょ。だからひとみ、髪染めるね。ほんと、ありがとう。すぐ買い物してくるから、待っててね。そこのチビ、これ以上何かされたくなければ、金を出しな。ちょっと、そこのチンピラ。何やってんのよ。あーん。すみません。お金払うので、見逃してください。は？なんでそうなるわけ？ひとみちゃん、遅いと思ったら何してんの？あ、ナオくん、ちょうどよかった。あのチンピラ追い払ってよ。ちっ。もしもし、警察ですか？コンビニ前で不良に絡まれてしまったんですけど。やりやがったな、この野郎。さすがナオくんだね。やっぱり大人の男の人って頼りになるわ。ひとみちゃんさ、面倒ごとに俺を巻き込むのやめてくれないかな。そんなに暇じゃないんだよ。そうだよね。ごめんごめん。なんていうか、ひとみちゃんって思っていたこと違うわ。え？もっと融通の利く大人な子だと思っていたけど。違ったね。別れようか。ひとみちゃん、大丈夫？何かあったの？なんや、ロリコン彼氏と喧嘩でもしたんか？ひとみ、思っていたこと違ったんだって。だから振られた。え？せやから、やめときにって言うたやん。